議会に集まった国会議員イギリス会員の会員は討論中に再会した。国会議員は国家の最高議決機関の一般的な故障である国会を構成する議員。有権者によって選出された代表者である例が多いが必ずしもそうでない例もある。両院制の場合上院議員と会院議員とに呼び分けられる例が多い。ほとんどの国会議員は 何らかの政党に所属する。議員は、チャクタラドーラと呼ばれる。国民議会は、ウラクタスと呼ばれる。英国議会は二院制であり、会員に相当する、庶民員と上院に相当する、貴族院が置かれているが、公選制をとっているのは、庶民院のみであり、通常、国会議員といえば、庶民院議員を指す。その任期は5年、定数は650名で、 単純小選挙区制で選出される。選挙権及び非選挙権の条件は同一で、18歳以上のイギリス国民とイギリスに在住する英連邦国民及びアイルランド国民に与えられている。国会議員は各小選挙区を代表して、総選挙及び補欠選挙で選出され、議会が解散されるまで議員でいられる。議会の解散は、 およそ5年ごとに行われることが議会人気固定法に規定されている。国会議員に立候補するには18歳以上のイギリス国民、またはアイルランド国民、または英連邦国民でなければならず、かつ公務員や公職者であってはならない。選挙は2006年選挙管理法に則っ,って行われる。貴族員もまた、 英国議会を構成する議員であるが、その議員は国会議員ではなく、貴族、または上院議員と呼ばれる。世俗貴族は中心、聖職貴族は聖職者の地位を占めている間、議員の任期が続く。最近の貴族院改革の結果、世襲貴族は貴族院の議席を自動的に後継者に譲ることはできなくなった。貴族院法の制定を受けて、 接種貴族の議席は92名を残して失われた。オーストラリア連邦議会では、元老院議員と大議院議員とが存在するが、通常、国会議員といえば大議院議員を指す。大議院議員は、150名の定員が小選挙区から各1名選出される。両院制。元老院は、定数105。庶民院は、定数338。 庶民院は単純小選挙区制。元老院は総督による任命。一院制。定数二百二十四名。そのうち二百十名が小選挙区制。十二名が議長による指名を受ける。ドイツ連邦議会と連邦参議院の二院制だが、参議院は州首相が議員を務めると定められており。一般に国会といえば連邦議会を指す。定数六百三十。 日本の国会は全国民を代表する選挙された議員である国会議員で構成されている。衆議院と参議院から構成される二院制をとっており、衆議院と参議院では非選挙権や任期などが異なる。両議員の独立を確保するため、衆議院議員と参議院議員とを兼ねることができない。ジャッジやサンセドと呼ばれる国会は一院制の議会、任期5年。 定数345名。そのうち45名が女性議員と定められている。大議員のみの一員制。定数69名で任期5年。ありがとうございます。